では今日はイラストレーターで、ボケたマスクを作ってみたいと思います。はい。通常イラストレーターでマスクを作るときって言いますと、このようにかけたいもの、マスクの形を写真の前に書いて、そして2つを選択し、フリッピングマスクとするのが普通なんですけども、このマスクをですね、もっとボケた感じの柔らかい感じにしてみたいと思います。じゃあ、先ほどの段階に戻りまして、ボケたマスクを作るときはですね、基本的にはやり方は一緒です。ただ細かいところが違います。はい、どこが違うかと言いますと、まずはこのマスク用の図形、これに、ぼかしをかけます。はい、マスクの図形を選択し、メニューバーの効果、スタイライズ、ぼかしと選択します。そして、ぼかしの半径、そうですね、今回100としましょう。はい、これで、ぼかしがかかりました。で、次にですね、この、2つを選択し、普通にクリッピングマスクはをかけてしまうとこういうふうに、なってしまいます。さっきと同じ。クリッピングマスクのかけ方が、若干違います。クリッピングマスクのかけ方は2つを選択し、透明パネル、透明パネルのオプションボタンをクリックしてください。そこから不透明マスクを作成を選択。で、このままだとですね、何も見えない状態になっています。はい、そこで透明パネルのマスクを反転にチェックを入れます。そうするとボケたマスクになりました。これで、柔らかい感じのマスクが出来上がりました。いろんな場面で使えると思います。で、さらにですね、このマスクの、この縁のボケたところをボケ足と言います。このボケ足の、つまりボケ具合を調整するということができます。やり方はですね、この図形を選択し、透明パネルのこちらの右側のマスクの方を選択します。ね、こちらの右側の黒い方です。マスクのサムネイルをクリックしてください。で、その後にアピアランスパネルのところを見てやると、先ほどですね、ぼかしを適用しました。で、そのぼかしをね、ここで、再調整できます。では、ここのぼかしのところをダブルクリックし、ぼかしの値を、200にしてみたいと思います。これで2倍のボケ足ができました。このエッジのところのボケ具合が大きくなりましたよね。で、ボケ具合を弱めたいのだったら、さっきの、ぼかしのところを例えば50とかにしてやると、もう少しね、ボケ具合が弱くなります。こんな感じで簡単にボケマスクを作ることができ、さらにそのボケ具合を後で調整することができます。はい、皆さんもぜひご自身のデザインに活かしてください。はい、終わります。